メットライフドームには大観衆が詰めかけています。埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手に注目されてますか？はい、攻撃でいうと両チームの2番バッター、この2人が打線の鍵を握っていると僕は思っています。2人の仕事ぶりに今日は注目したいと思いますね。はい、2番バッターぜひ見ていきましょう。9回、しびれる場面での登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です、ライオンズの守護神増田。当然1点差を守りきらない接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。指名打者ロドリゲス、はい、初球コーナーをついてきました。スピードボールを持っています。打ちました、セカンド飛びつく、取った、アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。バッターボックス若月、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーなし。さあ守護神増田がバファローズ打線の前に立ちはだかります。1点差、非常に競った場面での登場となります。今日は良さそうに見えますけど、変化球空振り、打席には1番バッター大城、ツーアウトランナーありません。さあ1点差ながら勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、さあ最後のバッファウルになります。変化球で空振りを取ります。試合終了、西武ライオンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか継投で逃げ切りました。継投見事でした。そうですね、戦い方とすると、こういう形でという、そういう感じの展開になりましたよね。そのあたり監督の采配もズバリはまりました。勝った西武ライオンズ、接戦をものにしました。一方のオリックスバファローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際はお忘れ物にはくれぐれもお気をつけの上、お忘れ物などございませんようお帰りくださいませ。本日はご来場ありがとうございました。